J2 初采配の1年の終わった感想をまず教えてください。いやもう本当に分かってましたけど、はい、ハードな厳しいシーズンでした、はい、やれたことを教えてください。実はやれたことはたくさんあります、まあ、自分たちの、バリエーションの多いボールの動かし方だとか、ゴールに早く迫る攻撃、そして、まあ、実はゴールも、早い攻撃じゃない、展開のゴールもあります、はい、そして私自身が掲げた、はい、ありとあらゆるポジションの選手からスイッチが入った、攻撃、そして、多くの選手が、まあゴールを入れるというシーズン、はい、そしてその選手たちがお互いにアシストもし合っているということ、まあ、上げ出したキリがないほど、愛媛FC の選手たちが全力で戦ってくれたおかげでやれたこともたくさんあります。前期を振り返るとどんな印象ですか？そうですね、まずはあの我々やってる側の人間がホームでは絶対負けてはいけない、そしてホームで愛媛の皆さんと喜び合いたいという思いがありましたし、もう一つは本当に純粋にあのスタジアム雰囲気、サポーター、ファンの皆さんが我々が力を発揮できる環境を作っていただいた、その力が融合して出せた結果だと思います。で、まあ、結果15位でしたが、まあ、後半失速の原因というところは監督がどういうふうに分析されていますか？まあ、あの相手も必死にやっている中でお互いの分析だとかいろんなものが出てくると思います。今まあここで何が原因だと言っても私自身はあの変えられない過去ではなくて変えられる未来を見つめたいと思っているので、まああの昨日続投のリリースを出していただいたんで、もう昨日から私の来季は始まっているわけですね。その中で今季どうだったかというよりは来季に積み上げられるものに目を向けてやっていくつもりです。一番今オフって何をしたいですか？来季の準備です。年末年始はそうですね、自分の実家と妻の実家にも行きますし、はい、あのまあ娘が2歳5ヶ月、はい、そろそろものが分かるようになってきてるんで、はい、どこか遊園地には連れてきたいと思います。多少それぐらいは一応あるけども他はもうサッカーにまた。そうですね、もうあの本当にあの昨日から来季の準備を始めました。改めて2018シーズン向けてもう始まってるとおっしゃってましたので、抱負を目標を教えてください。目標はもうあのこのクラブで指揮を取る以上6位以上のプレーオフだと言うべきだと思っています。